はい、どうもそれです。はい、どうも皆さんこんにちは、少々参りました、濱家です。今日はですね、濱家さんにちょっと沖の方に連れてってもらってタイが取れるらしいんでやっていこうかなと思っております。はい、それでは行きましょう。怖くないですか？いや、もう慣れてるんで。足場とロープを外して早速出発です。ただいまの時刻は17時、漁場までは約30分ほどかかるみたいですね。今回ですね、夕間詰めって言って日が沈む時間帯を狙って操業します。実はですね、ちょうど日が沈む時間帯と日が昇り始める時間帯は魚の活性が上がるんですね。で、そこを狙って取るっていった感じですね。いつの間にか日が暮れてきました。漁師にしか味わえない秘密の絶景といったところでしょうか。そうこうしているうちに漁場に着きました。今回行う漁法は、魚の通り道に網を仕掛けて、その網に突き刺さった魚を捕獲していくといった、いわゆる流し刺し網漁という漁法になります。そして驚くのがこの網の大きさなんですよ。皆さんどのくらいの大きさだと思います？まず高さが30メートルあります。で、まあ、長さ、まあ、全長なんですけど驚きますよ。1500メートルあります。ものすごい巨大な網なんですよ。網を仕掛けていきます。ちなみに皆さん、この網だけで数百万円するらしいですよ。もう漁業はね、初期投資がものすごいかかるんですね。めっちゃ楽しそう。元気だな、もう10時間以上されてるのに。元気があれば何でもできる。行くぞ。これだけでかい網になると、仕掛けるだけでも30分ぐらいになります。船が動いてる時はそんなに船酔いっていうのはしないんですけど、この止まってる時が一番しんどいんですね。もう僕ね、この時点でね、だいぶ死にかけてます。ということで設置が終わりました。こっから30分ぐらい待っていきます。はい、マサルさん、船酔いしてます。死んでます。これはエグいっすね。慣れませんね。いや、これは伝わると思うんですけど、めっちゃ揺れる。うわ、30分経過しました。濱家さんも真剣な顔つきに変わります。網の巻き取り作業に入ります。果たしてマグロはかかっているのでしょうか。ちなみにこの巻き取り作業は通常一人で行うらしいんですけど、過去にはこの巻き取り機に巻き取られてしまってそのまま死んでしまった人もいるみたいです。漁師は命がけの職業なんです。ようやくマダイが取れました。こんな感じで一匹一匹網から外していきます。今咳抜きで空気抜きます。お腹の空気を抜きます。こうすることでタイが泳ぎます。あんな感じでお腹の空気を抜くと生かして持って帰ることができるようです。小豆島の人は取れたての食感のいいお刺身が好きなようで、あんな感じで生かして持って帰らないと刺身用としては誰も買ってくれないようです。またマダイが取れました。今回はこの3匹だけ生かして持って帰るようです。これ以外に取れた魚は海水氷で締めて持って帰ります。僕も網から魚を外してみることにしました。ちなみにカットしてるんですけど、実際は5倍ぐらい時間かかってますね。束になってるから分かりづらいんですけど、なんせこの網30メートルありますからね。想像以上にね、難しくて、苦戦しました。あ、でも出てますね。
て。気をつけてください。頭の方をこうガッと向こうに下げて、で次このエラをこっち側、どっち側でもいいですけど、エラを外す感じで。むずいですね。ああ、いけたいけた。いけましたね。いけました。はい、おめでとうございます。おお、来たっすね。サワラ。サワラのような青物はエラを切って血抜きをしていくようです。こうすることで鮮度が落ちづらくなります。今日はサワラが大量で合計8匹ぐらい取れてました。ちなみにこの魚焼き霜が最高なんですよ。小ぶりのサメもかかっていました。これはリリースします。ちなみにサメは泳いでないと呼吸ができなくなって死んでしまうとか言われていますけど、あれは種類によってね違ってきます。さようなら。これ違います。ちっちゃいですね。確かに。リリース。これ美味しいですよ。こちらの魚はソーダガツオですね。この動画の最後にさばいて食べるんで、まあ皆さんお楽しみに。これもエラと尻尾を切って血抜きをしておきます。意外と心臓は止まってないもんなんですね。マサルは船酔いで死んでいますが、浜吉さんはひたすら網から魚を外していきます。その時間はなんと3時間にも及びました。マサルさん、ほうぼうほうぼう押した押した。羽が綺麗ですよね。ハマチが取れました。いわゆるブリの子供ですね。西日本ではハマチって呼ばれることが多いです。これも血抜きをしていきます。お疲れ様です。いや本当疲れました。すごい量取れてますよ。これともう一箱取れてますからね。はい、それでは取れたてソーダガツオ。丸ソーダですね。丸ソーダ。はい。これを早速刺身で食べましょう。いいですね。仕事終わりにお腹すきましたね。絶対うまいっすもん。丸々超えてますもん。うわ、美味しい。あ、もう美味しいっす。確定ですね。取れたて美味しそうっすね、こいつ。包丁がちっちゃいって。取れたての方がうまいですからね。青が取れたてが結構美味しかったですね。そうですね。美味しそう。じゃあさばいていきます。慣れた手つきですね。そうですね。ここ硬いですね。硬い。はい、じゃあね、腹骨をすいていきます。ちょっとね、血が回っちゃってますけど、まあ、美味しいでしょう。美味しいです。これあのカツオのたたきとかのカツオとはまた違うカツオなんですか？ちょっと違いますね。血合い骨。お腹を炙りにしましょう。皮を引いて、下行った。リカバリー。なかったことに。めっちゃ脂乗ってますやん。なんでそんな関西弁になりましたね。脂乗ってますやん。関
西人出ちゃいましたね。でこれを豪快にね。うわこれ美味しいっすよ。小さく切っちゃダメ、こんなもんは。分厚く分厚くぶつ切りっすよ。でこっち炙ります。これぞ豪快漁師飯。ねえ、テレビで見るやつ。そうですね。ほら、油の皮。めっちゃ油乗ってますよ。じゃあこれもね、豪快に。油でトロトロですよ。うわ、うまそう。よし完成ですね。最後醤油かけてください。これ豪快にタラリラリラリラ。うまい。はい完成。炙りいただきます。すごい油、うまそう。うーん、とろっとろ、おいしい。うまいっすね。最高。取れたてがうまいっすよね、やっぱカツオとか。カツオは取れたてがもう一番。刺身もうめー。ちょっと俺も刺身食べていいですか。どうぞ。いただきます。うまいっしょ。マサルさん、いいもんあるんですよ。いいもんあります。はい、あー、いいです。いいっすね。いただきます。最高です。いや、めっちゃうまいっすね。めちゃくちゃうまいっす。結構冷えてますね。いいっすね。いや、これとこれは犯罪ですよ。この油とこのビールじゃないですけど、なんていうんですかね、はい、いや、一応ビールですね。ビールなんですか。ノンアルコールビール。はい、めちゃくちゃ合うんですよ、この油と。なんていうか、さっぱりした後味と。そうですよね。油を流し込む感じ、うん、めっちゃ最高。めっちゃ美味しいですね。はい、ということで戻ってきました。今日めちゃくちゃ取れましたよ。もう僕が取ったわけじゃないんですけど、すごい量ですね。これとこっちですね。大体300キロぐらい。300キロは全部網外してますからね。すごい量。マサルさん死んでましたね。疲れましたね。何もしてないのに疲れました。はい、という感じで今回は濱家さんのね、量について行かせてもらって、面白い経験ができました。本当ありがとうございました。いえいえ。え